の酒造のこれ知ってますということでね、私は大阪人なんですけどね、今日はですね、プラントハンターの西畑さんって皆さん知ってありますか？知ってますよね。まあ、知ってる方もいるかもしれません。この方がね、あの兵庫県は川西にあの会社花尾さんってあるんですけどね、すごい方なんですね。もう世界中渡り歩いて、世界中の植物、変わった植物をこう集めてくるんですよ。で、いろんな展示会出したりとかイベントで出したりするんですけど、本当にこの人が見つけたこの植物っていうのは変わった植物が多くてですね、情熱大陸にも出てましたかね。九州の新幹線ね、桜がオープンする時も時期が3月やったんですけど、日本中の桜を集めてそのオープンの時に桜を咲かすっていうのをね、この方がされたんですけど、すごい方なんですよ。これ動画がね、情熱大陸でありましたので、また貼り付けておきたいと思いますので、よかったらね、見てください。植物をね、出会いを対するプラントハンター、西畑さんってね、この人、素晴らしいですよ。松尾酒造の、これ知ってました。どうもありがとうございました。